回のハウトゥーナビはメッキパイプで作る抑揚ラックの作り方を紹介していきます。はじめに材料と道具の確認を行います。使用するのはメッキパイプ、ミニクランプ直行、椅子キャップ、電動ドライバー、パイプカッター、メジャー、ハサミ、ヤスリ、ランドリーバスケットです。まずパイプカッターを使用し、メッキパイプをそれぞれ表記している寸法に切断します。切断方法は第187回パイプカッターを使ったメッキパイプの切断方法をご覧ください。カットしたパイプの 500mm と 260mm をクランプで固定し、サイドフレームを2セット作成します。パイプをクランプで固定し、端を揃えて垂直になるように取り付けます。作ったサイドフレームに 530mm のパイプを画面の位置に4箇所クランプで取り付けます。骨組みができたら、クランプのネジがすべてしっかりと締まっているか確認をします。足にキャップを4箇所取り付けます。フレームの上段と下段にバスケットをセットして完成です。いかがでしたか？メッキパイプで作る抑揚ラックの作り方、ぜひチャレンジしてみてください。